おはようございます。速稼塾の皆さん、そして FX オリガルヒの皆さんね、共通で動画をお送りしたいと思います。今日もこの1本だけになると思います。もう年末も差し迫ってくると、ここにも書いてますけども、値動き少なくなってくるんですよね。で、お話したようにトレードはほとんどできませんので、こういう時はご自身の生活をね、ちょっと整えていくとか、それから年末年始の時間が取れる時に FX の基礎固めをするとか、自己解説をするとか、で、Q&A をね、私の方にぶつけてくるとか、様々な問題点を解決していただいて、これから始まるトレードに活かしてもらいたいと思います。やればやった分だけ力はつきますけども、やらなければ時間が過ぎるだけで、そのうちにトレードをやったような、やってないような、よくわかんない、闇に入っていきますからね。そうなると、結局 FX 何年かやったんだけども、はっきりとした利益取れなかったなってことになっちゃいますので、いわゆる無駄な時間になっちゃいます。で、ここまで少なくとも頑張ってきたところがあると思いますので、それを無駄にしないためにもね、しっかりとやったところの基礎固め、やってないところの基礎固め、どっちにしても基礎固め、やっていきましょう。基礎固めって何っていうことなんですけども、基礎用語とか基礎概念を覚えてますかっていうふうなね、最大で60個ぐらいの用語を覚えれば OK ですから、少ないでしょ、60個でいいわけですよ。ゆっくりやっても2ヶ月とか3ヶ月で十分いけると思います。それをもう一回一から洗っていくってこと。で、それから二つ目の段階ですけども、テクニカルをやっぱりね、マスターしましょう。テクニカルの技術があるかないかがプロかプロじゃないかの分かれ目ですよ。ね、プロである以上は稼がなくちゃいけないでしょ。稼ぐってことはテクニカルが分からないでは稼げませんからね。テクニカルは四つの手法に絞って、それだけで私解説しますから。それでもできるでしょ。たった四つですよ。主には逆田工法です。エリオット波動なんてのも、やっぱ覚えていただきたいですけども、めったに出ないでしょ。そのぐらいの出現頻度なんで、たまに出た時ぐらい抑えていかないといけないんですよ。じゃあね、ボリンジャーバンドとか、クモとか、そんなのやりますかって言ったら、あんなもんはいりません。なんで学ぶのか全く不明ですよ。特に初心者の方が学んでいいことは全くないです。勝ち越す程度ならそんなものはいりませんからね。そういったことを改めてお話して、今日の解説にしようと思います。黄色で囲ってますけども、ほとんど値動きがないんでね、ここ40ピップスぐらいしか上下してないわけですよ。これで利益を取っていくってのはさすがにきついですよ。だから割り切ってリアルタイムトレードで稼いでいくというよりも、基礎固めをしましょう。テクニカルの技術をもう一回ね、洗っていきましょうっていうことになります。各種動画はもうお送りしてると思いますし、FX オリガルヒのね、コンテンツの中に講義のところもありますんで、講義は今42まで更新されてますからね。42も講義があったら、1週間に1本やっても1年ぐらいかかるでしょ。だからそれを年末年始にね、1日3本とか4本とか見ていくことによって、改めて自分の足りなかった技術にもう一回ね、やり直す機会を与えてもらいたいと思います。はい、それではね、こちらの方に移っていきましょうか。材料と情報です。まずはね、27日の5時55分です。今の時間から考えて30分ほど前の最新ニュースですけども、同じように出てますね。ドル円は142円24から142円の63まで。ね。40ピップスほどしか上下してないんで、この間で利益を取ることはもうほぼ不可能ですよ。で、材料なんですけども、本日はほとんどありませんということになります。明日も日本が並んでますけども、でもね、価格にはあんまり影響しないでしょうね。ということで、28日木曜日、29日が最後です。今日と明日と明後日しか相場の方はありません。しかも、ほとんどやることがありませんので、更新もこの一本きりです。じゃあまた明日まで。ごきげんよう。お疲れ様です。